こんなことありませんか？使いすぎて怒られたこと。でもね、スマホのメリットとリスクの両方を知って、リスクの怖さが分かれば、お家の人がどうしてそんなにガミガミ言うかきっと分かると思うよ。まずはメリット。スマホがあると友達や家族とすぐに連絡が取れるから安心だよね。分からないこともすぐに調べられるし、勉強が楽しくなる。 SNS を使って簡単に楽しくコミュニケーションできる。一方でこんなリスクがある。使いすぎると健康に悪いし、勉強が手につかなくなることもある。いじめの原因になることがある。知らない人と出会って怖い目にあったり、騙されたりすることもあるんだ。しかし今はデジタル社会、できるだけリスクを少なくしてメリットを最大限に生かしていこうよ。まずは使いすぎると健康に悪いというリスクについて見ていこう。こんなポスターがあるの知ってた？これはお医者さんたちが長年研究してきて分かっていること。使いすぎると6つのものを失うことが分かっているんだ。夜使うと、そのブルーライトっていう強い光が脳を刺激して朝だよって勘違いするから、なかなか寝つけなくて睡眠不足につながるんだよ。スマホの画面ばかり見て運動しないから、骨も筋肉も育たず体力が失われてしまう。上のグラフが小学生、下が中学生の成績。見ての通り、スマホを使えば使うほど成績が下がってしまうんだ。このグラフは視力が1未満の生徒数、昨年発表された調査データによると過去最高で6割を超えているんだ。どんどん視力が落ちて強度近視になると、将来失明するリスクもあるんだって。人と話す時間が減るから、コミュニケーション能力が失われてしまう。脳にもダメージがあって、記憶したり判断したりする人間にしかない理性の脳と言われる部分の発達が遅れてしまうんだ。他に頭痛がしたり、首や指に異常が出ることも分かっているんだ。それからみんなが使いすぎてしまう仕組みも知っておこう。スマホの画面には自分が見たい情報ばかり次々表示されるようになっているんだ。そりゃハマるわけだよね。でもちゃんと対策してリスクを減らさないとね。お家の人とよく話し合って時間のルールを決めたり、自分で1時間過ぎたらやめるといったルールを決めて頑張るのもいいよね。フィルタリングサービスやアプリの設定を利用してタイマーをかけておくのもおすすめ。次はいじめの原因になることがあるについて考えてみよう。誹謗中傷が良くないことは知っているよね。うさばらしでこんな書き込みをすると侮辱罪という罪になるかもしれないんだよ。もし自分が書かれたら傷つくよね。無断で他の人の画像や動画をアップするのも法律違反。プライバシー侵害になるかもしれないんだよ。もし自分がアップされたら傷つくよね。いじめに巻き込まれないために、一人一人がこれを書き込んだらどうなる、もし自分が書かれたらどうって一旦立ち止まって考えてから書き込むようにしよう。顔が見えないからこそ画面の向こうの相手を思いやってね。またいじめにつながる投稿を見かけたら、面白がって広めたりしないで、お互い注意し合おう。それが本当の友達だよ。最後は知らない人と出会って怖い目に遭わないように注意すべきことを見ていこう。自分の名前や住所、写真などの個人情報を簡単にアップしないでね。知らない人からメッセージが来て誘い出される原因になることもあるから。アップするときは友達だけが見られるようにして、知らない人とつながらない設定にしておこう。設定の仕方は SNS を安心安全に使うための情報が集まった SMAJ というサイトがあるから、お家の人と一度はチェックしておくといいよ。それでは最後にお願い。使いすぎに注意して、ルールマナーを守って、かっこいいデジタル社会の担い手になってね。